データの分析というのは、大勢の生徒に対して数学などのテストをした場合、その成績が全体としてどのようになっているのか、その特徴を調べるというようなものです。成績を調べると言っても、平均点を計算するくらいしかないのではないですか？いいえ、他にも調べることはあります。中学で習った中央値や最頻値などもあります。中央値は、成績順に並べたときに、ちょうど真ん中の順位の人の成績のことでしたね。ちなみに、生徒が10人の場合は、5番の人と6番の人の2人の平均が中央値となります。1番と10番を足して2で割ると 5.5 番となることを利用するとわかりやすいですね。中央値のことをメジアンとも言いました。最頻値は度数分布表で最も度数の大きい階級の階級値のことです。例えば、生徒の成績を10点刻みで分けたとき、60点以上70点未満の階級の人が最も多くいた場合は、その階級の階級値、65点が最頻値、ということになります。以上のことは、中学でも習いましたが、データの様子を調べるときには、これら以外に、重要なことがあります。例えば、この2つのグラフを見てください。これは、10点満点のテストを、2つのグループで行った結果です。こっちが、グループ A、こっちが B です。縦軸は、人数です。この2つのグループの結果を比べてみます。実は、それぞれのグループの平均点を求めると、どちらのグループも、平均点は 6.25 点になります。平均点が同じになるからといって、どちらのグループも、成績データの特徴が同じであるとは言えないですよね。グラフを見ると、グループ A の方が、点数がばらついています。このことを、グループ A の方が、散らばりが大きい、と言います。このように、データの特徴を表そうとするとき、平均以外に、散らばりの程度も、重要な特徴となってきます。では、データの散らばりの程度は、どのように表すことができるのかを勉強します。よく使われる2つの方法を勉強します。四分位偏差による方法と、標準偏差による方法の2通りです。